下付けは、東武鉄道が、浅草駅東武宇都宮駅間を、東武伊勢崎線の、東武スカイツリーライン区間、日光線及び、宇都宮線経由で運行していた、特別急行列車の愛称である。本校では、東武宇都宮線の優等列車遠隔についても、合わせて記載する。最終運行時点では、朝の東武宇都宮発浅草行の上り282号と、 夜間の浅草発東部宇都宮行の下り283号の1往復が毎日運行されていた。宇都宮線のホーム有効長等の事情で全区間4両編成の東部350系電車が重当されていた。下津家は1988年に運行開始した快速急行、下津以来2020年まで毎日1往復同区間にて定期運行されていたが、 かつて戦後の1953年8月より1959年11月の間、同じ区間、同じ時間帯に全く同じビジネス列車あるいはホームライナー的な運行形態の優等列車急行、下付として運行されていた。1959年の廃止以降、東部宇都宮線には有料列車が一切運行されず、実に30年ぶりに運行が再開されたものである。 最終運行時点での停車駅は以下の通り、毎日運転、座席指定席制、従前の急行料金を基本とする特急料金を採用していた。下付特急料金、2019年10月1日改定。なお列車設定廃止後も2021年10月現在、旅客営業規則第125条では引き続き、当列車の特急料金が定められている。 下付けは、かつて、太平洋戦争終結後の1953年8月1日、無名の有料急行列車として、浅草駅東部宇都宮駅間で運行を開始した。車両は東部日光線の特急で使用され5700系の新規投入で、特急運用から外れた、模波5310系、区波350型が充当され、その後1956年には、 同特急用に新造された1700系に運用を譲った5700系も投入され、同時期に下付けの愛称を付された。下付けは5310系や5700系といったロマンスカーによって運行されたことから、東武鉄道急行ロマンスカーと宣伝されたが1959年11月をもって廃止され、1988年8月に全く同じ区間、経路で、 快速急行として運行再開されるまでの約30年間、東武宇都宮線には有料列車が運行されず、浅草駅東武宇都宮駅間には無料準急や無料快速、無料準快速が最盛期で毎時一往復設定されたのみであった。昭和末期に運行再開された快速急行、下付には6050系が充当されたが、 その後東部伊勢崎線特急に2 0 0系、2 5 0系が投入されたのに伴い、その運用から外れた両模様線8 0 0系を改造した3 5 0系が投入され、種別もビジネスライナー急行下付、急行下付と変遷し、2006年以降は特急列車として運行されている。下付は運行開始当初より、 朝に、東部宇都宮から浅草に向かう朝、上り列車一本、夕方に、浅草から東部宇都宮に向かう下り一本の、計1往復の運行を踏襲しており、一時、廃止された期間を含むものの、一貫して、ビジネス列車、ホームライナー的な位置づけで運行されてきた。1990年代には、急行券を追加購入すれば定期券でも乗車できる。 ビジネスライナー制度の開始とともに、その指定を受け、ビジネスライナー下付けの愛称の下、東武伊勢崎線東武日光線東武、宇都宮線沿線の通勤の足として利用された。東武鉄道がすべての特急、急行列車について、特急券、急行券の追加購入で、定期券による乗車を可能とした後は急行、下付けとして運行され、その後は、東武伊勢崎線、 日光線の特急列車、急行列車の再編に伴い特急列車に格上げされた。下野の列車愛称は、栃木県の旧国名、下野国にちなむ。そのため、東武宇都宮線有等列車、下野として運行されていたほか、日本国有鉄道が、東北本線区間あるいは、日光線方面を運行する準急行、 急行列車の列車名として1958年から1968年まで使用した。この国鉄が過去に東北本線、日光線で運行した準急・下付については、その後の使用車両の統一により、急行、那須のに統合された。詳細は、宇都宮線優等列車遠隔に記載する。ありがとうございます。